FTA 自由貿易協定が昨日発効し、韓国の産業界では関税撤廃により競合する日本メーカーに対し価格面で優位に立てるという期待が高まっています。韓国と EU の FTA の発効により、韓国と EU の間で取引されるほぼ全ての品目の関税が段階的に撤廃されます。で、韓国の外交通商省は EU 各国の大使らを招いて記念の式典を開き、キム・ジョンフン通商交渉本部長は商品だけでなくサービスや投資などで双方の市場の規模が拡大し大きな利益をもたらすことになると述べ、 FTA 発効の意義を強調しました。韓国はアメリカとの FTA 交渉もすでに合意に達し、議会の承認を残すだけとなっていて、韓国の産業界では自動車や家電製品などの関税撤廃により競合する日本メーカーに対し価格面で優位に立てるという期待が高まっています。一方、韓国の消費者は EU からの輸入品の値下げに関心が高く、ソウル市内のスーパーで始まった記念のセールではフランス産やスペイン産のワインが人気を集めています。